県有者者有。後列左より、竹内慶州、川上美山、エミス委員。前列左より、岩谷さざ波、石橋市安、小崎公用。1891年県有者は、明治期の文学結社。1885年、小崎公用、山田美妙、石橋市安、丸岡休暇によって発足。ガラクタ文庫を発刊し、川上美山、 岩やサザナミラが参加し、当時の分断で大きな影響を与える一派となった。明治36年10月の紅葉の死によって解体したが、近代文体の確立など、その意義は大きい。1885年2月、東京大学予備門の学生だった、尾崎紅葉、山田美妙、石橋思案、丸山休華が、文学同好会、文友会、と使いを作った。 これが発展し、永遠に友でいるという意味で、権有者と称した。同年5月、日本初の純文芸雑誌である、ガラクタ文庫を創刊。はじめは、筆者本による、回覧雑誌とし、8冊を刊行。ついで、活版非売本として、8冊を刊行。さらに、交換本を16冊と刊行し、引き続き、文庫と解明し、11冊を刊行する。 この間に大きな反響を呼び、川上美山、岩谷さざ波、恵美水院、し絵の竹内慶州らが参加。だが、交換本時代に微妙画者に無断で、との花で、主に筆を取るようになったため、権有者から離脱。一時打撃を受けたが、紅葉、二人びっくり食残下等で吹き返し、さらに、広津流郎、泉京花、小栗風陽など、紅葉に、 弟子入りする者が増え、最盛期を迎えた。一方、微妙や小波は、原文一致体の小説を載せるなど、近代文体の確立にも貢献。その後は、紅用の詩と共に解体した。権有者のりには、本社は広く本庁文学の発達を図るの望みに,に、有の騒動絵場として、どいつ、教区も拒まないとしており、政治的色彩を廃止、娯楽小説を目指して、 紅葉を中心に、分断の中心となっていった。当初は義古典主義により、江戸期の下作風の強い趣味的なものであった。だが、壺内商用による写実主義の影響を受け、心理描写主体のものへ変換していく。さらに、それは後に、美山、京からによる関連小説、悲惨小説へとつながっていった。東京の球段にあった。現在は、 和洋球団女子中学校、高等学校が立ち、校内の100周年記念資料室に、県有者に関する資料が保存してある。月の社員、ありがとうございます。